もう大物ゲストが待ってますんで、はい、行きますか。行きます。お店の人が多分ちゃんとセッティングしてくれる、はい、トラビス、トラビスをもう雰囲気やばい、ね、今日は3階で手すりのシーン、このライティングがある感じで、レン君、雷神、ヤマスのミテンターサトシに勝利おめでとう。試合から時間が経っちゃったけれども、はい、お酒も飲めるようになったということで、今日はレン君と祝勝会。念願のっすね。念願の、いや飲みたかったよ。いや飲みたかったっす、ね、めっちゃ応援してたもん、はい、なんか試合当日柴田さんからレン君負けたら坊主にするわちょっと弟といて、いや嬉しかったんですよ、うん、うわなんか頑張ろうって俺だけはもう平本レンにオールインしてたからっていう感じで、もうせっかくなんで乾杯しましょう。お疲れ様です。おめでとう。ありがとうございます。試合の話からはいいかな。そうですね、まあ、みんな言ってることだけど、はい、すごいね、なんか進化というか、なれば、なんか自分の中で掴んだ。本当練習でのスパーリングの慣れとかもそうなんですけど、うん、前はこうまだキックと組み技が別々みたいな、うん、総合格闘技になりきれてない部分があったんですけど、総合格闘技になれたなっていうのはやっぱ2年続けてきて、そういうところがやっぱ出てきて、うん、だね、ストライカーの統合の戦い方みたいな、そうですね、はい、うん、感じにできてて、で結構自分の中で、うん、頭でイメージしてるその憧れの UFC ファイターのファイトスタイルみたいな、アデサニアがやったポーズがね、ナルトのポーズやったよね、はい、なんかこう気分をこう上げてこうなんかそのモードに入れるようになってた入ってた、モード入ってた、UFC ごっこがこう完全にこうでき自分なんか試合を通してこう楽しめるようになってきた。ああ、なんかでもそんな感じだったね、はい、楽しめた、楽しめたですね。いやーよかったな。やっぱ総合格闘技って面白いなっていうのを試合を通して思ったんです。なんか本当やり過ごすようにできるようになったんですよ、うん、なんかね思ったのはね、足換の対処とかがすげえ完璧だった、はい、練習パートナーの人だけ、うん、寝技が強いです。山田壮太郎選手とかすごい強い人がいっぱいいるんですけど、うん、やっぱ日頃からその人がやってきて染みついた部分っていうのが、うん、ちょっと出てきたのかなっていう、うん、ちょっと待ってなんか持ってきた。あ、来た来た、シャンパン入れましょうか。お願いします。いただきます。じゃあレン君おめでとうございます。一勝おめでとうございます。いらっしゃいますね。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ練習でも寝技が強いタイプがいて、はい、バッチリ予習できたし、一つ一つやってきたことが本当点と点でつながってこう全部出せるようになってきたっていう。 あと組み技のコーチをしてもらってる、うん、この雪乃さんっていう、うん、ビーフルという選手がいて、その人とやっぱ出会ったのがすごい僕の中で大きくて、北米レスリングのこう MMA のこう強みというか、その人本当こう辞書みたいな人で、うん、グラップラーとストライカーの関係をこう分けて教えられるような人なんです。うーん、その人は絶対足勘来るからってずっと言ってた。ああ、じゃあもう本当に予想通りというか、そうそうそう、来た時はだから、うん、もうこれ今日流れ来てんなっていうのは自分の中で、ね、その要は予習した問題が出るみたいな、そう来た来たみたいな、もう膝外して練習通りのやつがね、はい、ちょうど僕デビューでその萩原に負けた時が、うん、ドミネーターさんが朝倉未来と大晦日、柴田さんがヒロヤとやった時、ね、そうだ、それだよね、そうっすね、うん、だったんで、うん、デビュー当時からすごい意識してた選手があったんで、うん、だから試合も研究してたし、うん、1ラウンドやってこれいけるぞみたいな、いやこれは結構いけるぞいやでもあるよね、やってて、いやあこれ今日いけるみたいなね、全く息が切れてなくて、うん、いや疲れない日だ、あるある、もう集中っていうか、うん、相手のセコンドの声まで全て聞こえる日だったんで、最後のラウンドかなんかに相手のセコンドが下へ行くと見せかけて上みたいないやもう来るの分かるしあれさ、セコンドってさ、はい、俺逆にやめてみたいな思いがある、柴田、はいはい、あのあれやってみろみたいなのがいや言ったら分かっちゃうじゃんみたいな、いやそうなんですよね、はい、確かヤマスのセコンドめっちゃうるさいよね、だから結構すごい聞こえたんで、うん、すっげえめちゃめちゃ喋んじゃん、はいはいはい、はい、あと相手のセコンドにそのデイノワがついてたんですけど、あ、いたね、うん、これは締めたなと思
うん、ベイロアが俺の打撃を理解できるはずがないセコンド枠の一人をベイロアで潰してるから、はい、そのストライカーの多分知識って言えない方が良かったと思うんですよ、ね、変に警戒しちゃうと思うんですよ、うん、多分こういうの来るかもこういうの来るかもって、うん、必要以上に多分考えすぎて、うん、多分こう空回っちゃうじゃないですか。あ、そうね、向こうのねセコンド陣が聞いたらすごい残酷な話かもしれないけど、あれねセコンドワークはちょっと悪い気がするね言い過ぎ言い過ぎ、そこがすごい分かりやすかったですね、うん、あんだけダウン取ってもバトンを入れられなかったじゃないですか、うん、すごいテンパったんだろうなと。多分僕がここまでできると向こうも多分想定してなかった。まあそうだろうね、想定外だったんだろうね。結構テンパってるなっていうのはチームとして感じて、僕らは逆にもう僕のセコンドやってくれてるハスケンさん、前からドミネーターさんと仲いいんですけど、うん、長谷健さんもデビュー当時からずっとヤマスとは絶対相性いい、相性いい、ああ、属性で勝ってた感じでしたよね。そうですね、うん、だから朝倉未来とやる時も僕の中ではもう絶対に勝てるその癖っていうか得意なこうリズムを持ってるやつだなと、あ、絶対勝てるなって自信がある。あ、いやでも良かったですよ本当に、素晴らしかった。僕多分本当に YouTuber とか流行る前からこう柴田さんとかが YouTube やってた時から、うん、柴田さんの動画を面白くて中学生の時から見てたんですよ、うんうん、でその時、うん、僕中3の時に実家、僕足立区、東京の足立区なんですけど、うん、同級生と由比ヶ浜まで往復200キロぐらいなんですよ、自転車で海行こうみたいな、うん、なって、早朝から出て横浜駅ら辺で一駅ちょっと休憩しようかなって思った時に柴田さん、うん、たまたまその時会って、うわなんかそれ言ったねそれね、はい、使わず写真撮ってもらったっていう、はい、写真撮ったんだ俺、はい、撮ってもらって、今あんま撮んないからすごいレアだよ。いや前の本当中学生の時に使ってた携帯だったんで、うん、今その写真あったら確実にツイートまんまずしてたからそうだね、はい、親に送っとけばよかったまさかあの頃の俺総合やるなんて思ってなかった。俺その頃から総合やってるけどね。そうじゃないですか、ね、しかもまさか同じ大会にしかもライジンみたいなのができて、俺もライジン初だから、はい、いやライジン初だから、はいはいはい、すごいよね。いやそうなんですよね、今ではメインイベンターだからさ、いや、はい、すげえ話だよね。そうですね、うまくいかない時もまああるけど、まあ、うん、やり続けるというか変わらないことって本当大事だなっていうのは、いやそう、はい、全部を強くしようとして、うん、こう絡まってた時期があったなって。で俺はやっぱこう小さい頃からやってきたその打撃があるから、うん、打撃は負けるはずがないっていうその強みを生かしに生かそうっていうのを、あ、そうね、今からグラップリングを一から勉強して柔術やって、なんかその決めを覚えるより、はいはい、かけられないこと、うん、逃げること、立つことを徹底的に練習して、はいはいはい、で打撃で殺すっていう選手として成長していく方がいい気がするよね。あと絶対金網がいいよ。そうですね、そう金網っすね。金網はストライカーにめっちゃ有利。間違いないです、うん、やっぱ壁際もロープだとクラッチも踏めちゃうんですけど、すげえケージ向きだなとは思った、はい、あれランドマークだっけ。ランドマークです。ランドマークは俺の大会みたいな、いやいやそうなんですよねにした方がいいんじゃないかなってちょっと思ってた、ね、次もケージでやりたいなっていうのがあって、うん、リングの良さはもちろん分かるんですよ、うん、まあまああるんだけどね、見やすいしね、はい、なるべくケージやっとがいいよ、はい、でもあの榊原さんすぐ無理言うからあれ出ろこれ出ろ言うからさ、はい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 、で次もケージでお願いしますとは言ったんですけど、うん、でなんかそれで叩きどころのないアンチがお前はケージでしか強くねえとか言われてきて、いや褒め言葉だろと思って。褒め言葉だよねケージで強いってね、 UAC 目指すなら褒め言葉だ。いや本当よランドマークはこう盛り上げ任せてくるみたいなは感じでやりたいですけど、ただこう無観客はちょっともうやりたい。あそっか、 そうね、やっぱ全然違うじゃないですか、うん、ギャラリーがいるかいないかまず違うじゃないですか、こっちのモチベーションもそう、ね、お前ら見ろっていうあれがないって。そうね、そうね。でランドマーク鈴木とやった時の試合とか新宿フェイスよりも全然ちっちゃいんで。マジで？めっちゃちっちゃいです。新宿フェイスっていうか知ってるんだ。新宿フェイスよくアマチュア大会でよく出てたK1 甲子園とかも新宿フェイスだったんですよ。あ、そうなの？そう、 K1 甲子園で新宿フェイスだ。僕が出た時だけ新宿フェイスで。ああ、ちょっと待って、ゴールドジム大盛りで試合やったことある？いやいや、ありますあるんかアマチュアでゴールドジム大盛り新宿フェイスいろいろ出てんな。そうですね、あと小学校の時とか地下格の大会とか、うん、5000円ぐらいお小遣いもらえるんで、おうおう、よく出てたんですよ、たまにこう、欲しいゲームとかある時とかただのアマチュア大会出てるもうお金はゼロじゃないですか。でも相手もガチでやってるし、それなりにめちゃくちゃ強いんですよ、うん、
けど地下格出たらもう本当ブレイキングダウン出てるような素人しかいないんで、あそう、ね、余裕なわけじゃないですか大人と子供でも腹とか稼がれるんで僕そういうの出て稼いでたんですね、なんか小学校の時。すげえな、マジでいろんなリングを経験してる。そうですね、でもまあ今となっちゃいい思い出だな。俺ももちろん新宿ウェイズあるし、はい、大森ゴールドもあるし、ディファ有明、ディファ有明もあるし、あと新木場ファーストリーグ、まあ、新木場ファーストリーグありますあります、もちろんあります。アマチュアの時に正午ぐらいに始まったその大会が、誰でも参加できるみたいな、真の強いものを極めるみたいなのを一日で決めるみたいなのを、その新木場ファーストリーグであって初めて人生でベルト巻いたのは新木場ファーストリーグ新木場負けたことないですね僕試合で。すごいよ、多分今 MMA やってる選手で今行った会場で全部試合やってるやついない。確かにそうっすねプロレスラーですね。いや本当に、はい、毎週試合だったんで、ちょうどその天心と僕同じジムだったんで、小学校の。あそうなんだ。あいつが空手から転校してくる時に、僕のジムが結構厳しいジムだったんで、天心のお父さんがこのジムはいいみたいな感じで気に入って、それであいつよく練習するようになったんですけど、 そうなんだ。あいつと本当毎週試合全国回ってたっすね。天心と、はい、仙台行ったりとかマジで全国全国すごい、これみんな知らないよね。知らないっすね。天心と全国回ってた時期があったのね。巡業だよね、これ。ほんと毎週試合、土日試合するとか。土曜日、日曜日試合する。行かれてないですよ。いや、行かれてるんですよ。けど、すごいなぁ。けども、勝つのは当たり前みたいなジムで、ただ KO じゃなきゃ引っ張られるみたいな厳しいジムだったんで、すげえ厳しかったですね。負けることなんて、まあまずありえないみたいな。そんな時代があったんだね、平本レーニー。1日ほんと12時間ぐらい練習させられた時とかもあったんで、まあでも今こう繋がってきてるんだ、大人になって本当。本当にね、いい経験だと思う。いやいや、本当そうなんです、ね。思い出もそうですか、はい。放課後、友達とかと遊びたかったんですけど、ジムの会場から電話来るんで、練習来いって。学校はすぐ連絡来るんで、遊びてえなとか思いながらも、我慢してこう、もうずっと練習だったんだね。はい、けど、まあ、それもまあ、今思うと、繋がってるからね。本当ありがとう、俺っていうのは、すげえ思うんですよね。無駄な時間をこう過ごさずにこう生きてきたな、みたいな。まあ、結果今に繋がってるから。いや、本当に、はい。いや、本当に。今でも天心とは連絡取ったりするの？ちょこちょこっすね、多分っすね。まあなんかほんと、唯一の幼馴染があいつしかいないんで。あでもすげえ、それね、誰も知らないわ、それ。俺も聞いてびっくりしたから。小学校の時も、友達全然いなくて、あいつしかいなかったんで。まあ、天心しか友達いなかったって、すごい、すごい時代だな。あいつもやっぱ腐れ縁っていうか、ずっとこう、なんかこう、つながってるというか、っていう感じはあるっす。だからこう、やっぱ、たける天心がいる時って、やっぱ自分は K-1 でやってきたって思ったんで、タケルさんも頑張ってほしいなっていう気持ちはもちろんあったんです。もう一緒ぐらい、ね、一緒ぐらい頑張れっていう、もうとにかくいい試合をしてくれみたいな、もうほんとどっちも頑張ってくれって思ったんですけど、やっぱあの二人の試合いざ見た時に天心ダウン取った瞬間、自然にやっぱもうガッツポーズで、まあね、幼馴染だもんね。やっぱあいつって本当頑張ってきたなと思うのが、そのタケルさんの方が多分知名度高かったんですよね、最初は。で、天心、まあ、無敗だったし、強いから、お互いこう話題だったけど、武井さんの方がちょっと有名だった。で、その時も結構、あいつが、武井とやりたいみたいな、言って、じゃあ武井ファンみたいなのが、もうあいつ超絶アンチすげえ来て、で、それも僕は見てたんですよ。お前なんかは調子乗んな。武井の方がかっこいい。てめえなんて、ブサイクだみたいな。コメントすげえ。ムカつくなとは、まあ確かに思ってたんですよ。でもあいつは K1 の時から、俺の試合とか応援よく、お互い応援行ってたんですけど、俺もよくこう、K1 来ちゃえよ、みたいな。来てぶっ飛ばして、名前あげればいいじゃん、みたいな。ただ、いや、俺はライズで、絶対に自分の方が知名度を上げて、向こうからやりたいって言わせる状況にするって言って。でもライズってこうエンターテインメント性分かってないんで、それはなかなか難しいんじゃないかなって、僕は正直思ってたんですけど、まさかのメイウェザーと試合したりとか、ライジンで、あいつはもう一気にそこで追い抜いたわけじゃないですか。無茶な、ね、バラさんの無茶な要求も飲み続けてね。で、実際それが現実となって、それをもう高2とか高1ぐらいの時よくその話をこう一緒に飯食ってとか してたんで、ザマッチってこう実際こう東京ドームであの試合見た時に嬉しかったっていうのはやっぱあるっすね。そういう風に見てたんだね、はい。まあ、あんだけ努力してきたらそれは報われなきゃかわいそうだろうっていう、本当あいつって多分天才とかで多分努力の数が違う人間だと思う。だからちょっと人間じゃないんですよね、あの負けず嫌いすぎて、格闘家っていうトップアスリートですよね、あいつは。なるほどね、
いやすげえ、めっちゃいい話けど、平本蓮の見たザマッチ、はいはいはい、ね、まあなんかボクシング行くのかっていうのがあるんですけど、うん、まあ、引退してもよかったんじゃねえかなぐらいあいつ多分やってきたと思うんで、まあ、そうね、変にボクシングもやんなくてよかったのかなとか友達としては思うんですけど、ね、まあでもとはいえまだ若いから、まあでもそうです ね、何だってできるからさ、うん、いいんじゃない、当時もボクシングで頑張ってるっすんで工事はね、味を占める見つけたね、道を見つけたっすね、自分の生きる道を見つけたね、ここだみたいなここなら俺生きれるみたいな多分その辺のボクサーよりもタイトまでもらってるし素人ぼこしてさ多分その辺の A 級ボクサーの方が強いんですけどあの持ち前の打たれ強さと打たれ強さでね、猫ボクシングっていう相手を見ないボクシングをこう変な話、ボクシングで言ったら天心より先に名前を挙げてますから本当そうだよ、いや本当メイウェザーグループに気に入られたようなもんで、気に入られたからね、あれはまさかジジからのこの勢いだったらメイウェザーともしかしたら試合するんじゃないかって、見たくないけどな、超見たくないけど見たくないけどありそうだよね、ありそうっすもんね、あの入場曲がドバイでも流れたとか日本のラップなんだなみたいなライジンちょっとここだけ直してほしいなと思うのが、うん、UFC とかってその選手試合ギリギリまでホテルにいるじゃないですか、で僕もベラトールそのセルジオペジさんの堀口教授とかやるとき、うん、セコンドの時とか本当に試合2時間前ぐらいギリギリまでもう 夜の9時ぐらいまでホテルにいるんですよ、あそうなの、でそこから出て本当巻いてすぐアップしてダウン、要は試合のその控え室で待機する時間が1秒もないんですよ、ライジンひどいよね、だから朝だよ、朝じゃないですか、うん、あれパフォーマンスに関係すると思うんですよ、するする、毎回こうだからチェックインっていうか、うん、来ましたよってアピールして毎回僕ホテルに戻るんですけど、うん、早すぎるんですよ、集合が。早い。僕いつもこうリングチェックしない方が調子いいんで、うん、いつもやらないようにしてるんですよ。リングチェック意味なくね？意味ないじゃないですか。意味ないよ。だってかリングチェックでガチ練習してるやつたまにいるじゃないですか。うん、いる。バカなのかなと思って。俺が相手だったらずっと見ると思うんですよ。待機はちょっともうちょっと遅めにしてほしいよね。UFC とかだと、うん、スター選手コナー・マクレガーとかこう、うん、会場入りする瞬間をこうカメラでこう車から降りてきて会場入りする瞬間をこう試合会場のモニターで流すんですよ、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよ、かっこいいね、わ来たみたいな、うん、その見てる側もこうテンション上がるわ、ね、来た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 みたいな、うん、あの演出をこうライジンでも取り入れてほしいな、やっぱライコンだとさ、はいはい、タコ部屋でさ、そうそうあってさみたいな、全然かっこよくない、かっこよくないよね、夢がないですよ、そう、あちなみにですね、はい、リスナーからいろいろと質問を受け付けてるんですよ、僕もさっきそうっすね、次の対戦相手誰がいいか、なんか誰かやりたい人とかいる、僕は正直一緒に練習したこともあるんですけど、斉藤豊選手と試合したら盛り上がるんじゃないかなみたいな、おお、なんか斉藤豊か、僕もすごい好きな大人の人なんで、それこそねディープの王者倒してシュートの王者倒したら平本蓮本物やってなるからね、はい、みんなが見たいというか、はいはいはい、朝倉未来より全然僕からしたらその相性的にも難易度高い相手だから、何でもできるしね、はい、あるちゃんと強いもんね、スパーリングをやったことなくて、朝倉未来はどう、朝倉未来本当話来たらいつでもやりたいです、いつでもあいつは本当に、はい、死に場所探してんじゃないかな、あと2試合って言ってるぐらいだもんね、はい、まあ、死に場所を探してんだもんね、僕あと3、40戦はしたいなって思うんで、あそう、はい、そういうタイプなんだ、ギリギリまで多分格闘技以外仕事できないんで、多分あのギリギリまで本当にやりたい、格闘技を、いやー俺やりたいっすね、そういうタイプめっちゃ好きいやあのさ他に仕事ができないんですよねそれこそ青木真也がリングのスピーチみたいなのもそうじゃん、青木さんとかやっぱもう生涯青木真也をこうやってるんで、そうそう格闘技以外全部捨てたみたいな、はい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 、あれこの間のワンの試合も負けちゃったけど、なんか別に気にすることじゃないのかなって思うんですけどね、うん、なんかでもこうボロボロになって戦ってさ、勝てない時はもう勝てないみたいな、いやあれあのなんかこう人間臭さみたいなのもね、はい、いいんだよね、わかります、俺格闘技以外ないっていうぐらい格闘技と向き合ってる選手がめっちゃ好きなんよ、ね、だからねミクルとは違うじゃん、ミクルよりなんかよっぽど格闘技と向き合ってると思うんだよね、なんか朝倉ミクルの僕納得いかないところが、格闘技が好きなんじゃなくて格闘技をやってる自分が好きなだけじゃん、ああそうね、そうそうそうなんだ、そういうやつらをぶっ飛ばしていきたい鈴木千尋とか萩原とかもそうなんですよ、格闘技が好きなんじゃなくて格闘技やってる自分が好きなだけで、
でドミネーターさんとかもいて、会社員とかやりながらも格闘技が好きで、格闘技が好きだからやってるわけじゃないですか。だから僕すごい尊敬できるし、斉藤選手もそうだと思うんですよ。そうね。でクレベルとかもそうだと思うし、あの辺のこう格闘技をこうブランド品のアクセサリーと思ってるあいつらをこうぶちのめしたい。わあいい。ちなみに俺、格闘技を冒涜しちゃった、格闘技をバカにすんなみたいな、みたいなことをすごい去年言われたんだよ、俺そんなやつらより全然格闘技愛してて。いや柴田さん格闘技好きやろが動画で伝わってくるって、前まではこうちょっと一般層の YouTuber を物申してっていう動画多かったんですけど、最近格闘技関連の動画しか出してないじゃないですか。確かに。昨日弟と喋ってて、いや多分柴田さんも楽しいからやってんだろうねってなって、いやそうよ、ファン歴も長いし、中学1年から大学4年、卒業するまで10年間がプライドが始まってプライドが終わる10年間、ちょうどね、青春時代がプライドだった。ファンクラスに入って、ずっと練習してきてるし、有名になりたいとかお金を稼ぎたいとか成り上がりたいとかじゃなくて、格闘技はただ好きだっただけ。雷神から格闘技見始めました、朝倉未来から格闘技見始めましたってやつよりも全然長く、全然深く格闘技見てるから、だからなめんなよっていう。そうです。だから僕もこう K-1 やめるとき自分の中で大きな決断はではあったんですけど、2年近く試合できなかった時期もあって、バーで働いたりとか、持ってるレアなスニーカーを販売してて、本当めちゃくちゃギリギリな生活ギリギリだね、本当送ってて K-1 では全然稼げないし、本当映ってきてよかったなって今めちゃくちゃ思うんですよ、やっぱ総合やらないと格闘技で一番ってキックボクサー寝かされたら終わりじゃんっていう、総合の選手と話したらその余裕が総合の選手にあるんですよ、それが悔しくてキックボクサー一番強えよみたいな意地からこう総合を始めたいっていう、まあ K-1 が好きだったからっていうのが第一あるんですけど、だから久保優太とかボクシング行くから K-1 やめますとか言って、でライジンとか総合が案の定流行ったら急に総合始めましたみたいな、結構気に食わなかったんですよ、っていうところで柴田さんに嬉しかったんですよ、ジョーカー言いながらね、嬉しかったんですよ、なめんなよみたいな。その辺やっぱ工事とか総合の厳しさ分かってるから、あのなかなか踏み込まないじゃないですか。そうね、あいつはちゃんと多分理解してるんです、慎重派、太田忍もレスリングめちゃくちゃすごい人だったと思うんですけど、あいつも多分格闘技の流行りに便乗してライジンの会場で見てかなんかこう感化されたタイプ、そういうやつ死ぬほど許せないんですよね、なんかアクセサリーにしてんじゃねえと、いや、俺には格闘技しかねえんだってやつが上に上がるべきだからね、まあ、ブレイキングダウンのやつとか話にならないですけど、まあね、あんなのって元ボクサーが出てきて人気になるとかあるんですけど、変な話その道諦めたやつしかいないわけじゃないですか、そう、ね、バカやってんじゃねえよって思うんですけどいやでもこのあと30戦やりたいとかいうのはめっちゃ俺その言葉好き、めちゃくちゃやっぱこうギリギリまでやりたいですね、本当にギリギリまで、本当壊れたなって自分の中で感じる、いや俺ちなみにね、あの同じタイプよ、はい、俺あのまあアマチュアの試合もプロの試合もいっぱい出てきて、いつまでやんのって言われて、いやできなくなるまでやりたいって、っていうので、もう結構できなくなる、できないなのギリギリなの、結構ね削れてきて、多分ですが、スパーリングで効いちゃって、しびれちゃった、あれガチだから、まあ、もう試合は結構無理なんだなっていうのは、これガチだよ、はい、でも本当に格闘技は大好きだから練習はずっとしてたいし、まあ練習試合みたいなやつもね、あのずっと出続けたいなみたいな、一生の趣味にしたいなと思ってるぐらい格闘技は好き、なんかこう誰かをぶっ飛ばしたいとかじゃなくて、あの自分のこの必死に生き残るあの姿を全部さらけ出してこう、そう、ね、見てもらうって多分他の職業やったらないなっていうか、高校3年生ぐらいの時に成長期だった時に、K-1 の世界トーナメントだって14キロぐらい落とさないといけない時もあったんですけど、水抜きとかも本当死にかけて8キロぐらい本当死ぬかと思ってラスト2キロぐらい全く落ちなくて、サウナとか1時間汗一滴も出ないんですよ、歯磨きとかも泡立たないし、だからなんかこう格闘技今流行ってきていろいろあるんですけど、なめんなよっていうのがずっとあるっていうか、これ多分みんなあると思うんですけど、まあでもレン君の本物だねやっぱね、いや長くやってるし愛してるし、俺にはこれしかねえっていうのはあるし、オタクなんですよな、本当格闘技、そうよ、間違いなくそうよ、だからこうどっちかというと陽キャみたいなやつ、気
気が合わないというか、うん、もう格闘技好きでこうネチネチしたやつの方がすげえ気に合うんですよ。だからこうファンイベントとかやっても最後にこう格闘技好きの中学生みたいなファンの子が来て、うん、謎に1時間ぐらい喋ってた。めちゃくちゃおもろいんですよ。そいつはめっちゃ詳しいの。もうめちゃくちゃ詳しい。あいつでもさ、あいつ言ったら負けそうじゃない。いや、わかりますそういうやつと喋ってる時間の方が楽しくて。そうね、俺もめちゃめちゃ陰キャだから陰キャファイターだからだからちょっと合うのかもしれない。確かにそうですね。格闘技を利用してキラキラしてるやつが許せない。ああ、わかるわかる。お前そこわきまえろ。わかるなわきまえてないんですよね。安保とかももうまさしくそうだし、そう、本当だよ。本当のやつらわきまえてないんですよ。格闘技を使ってキラキラしようとしてるもんな。そうなんです。じゃあお前そんな好き勝手悪口ってお前なんか一番じゃないかって言うと、うん、僕はもう愛から来る感動じゃないですか。そうね、そうね。平本蓮のこれ格闘技愛がすげえ伝わっていいわ。研究したいんですよね。どん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 新しい技術出る。一番俺の中では面白い遊びのツールが格闘技。ああ、そうね、面白いね。面白いですよね。一生俺やめらんねえんじゃねえかね。いや、面白いよ本当に。格闘技以上に面白い遊びはないからね。平本蓮いいよ。好感度爆上がりよこれ。いやいや、でも本当に本当になんかすげえ、めっちゃこう格闘技舐めてて、いきり散らかしてるやつだと思ったら、はい、誰よりも格闘技愛してて、誰よりも頑張ってるじゃん。はい、誰よりも UFC 見てるもんね。本当に。誰よりも UFC 見てるし、誰よりもライジン見てる。誰よりもライジン。あのね、やっぱこう、つぶやきで言ったら、僕すごい意識してることがある、うん。青木さんが言ってた言葉で、抜ける反応さえ分かってしまえば、うん、やることは一つだって言ってて、うん、で、それはまさしくそうで、僕ってこう、有名になってもテレビとか出てその辺でこう一般人こう なんていうんですか、こうそういうのじゃなくてこう格闘技好きなやつにこいつは本当面白いって思ってもらえるのが嬉しいじゃないですか。あ、ね、だからツイッターとかも格闘技関連しかほぼつぶやきないと思うんですよ。そうね、そうね。それで楽しんでもらえてたら別にいいかなっていう、うん、平本蓮のつぶやきはね、格闘技リテラシーが相当上なのよ。すごいね。めちゃめちゃ知ってんのよ。で、おもろいのがこう同じようにひねくれた格闘技ファンみたいなのがこう朝倉蹴落としたいとか思ってるやつらが、あ、まあね、そうだね、いろんなやつがこうアンコ蹴落としたいとかやつがこういろいろ DM でこうチクリを入れてくるとか情報をこういち早く俺に送ってくるというか、うん、めちゃくちゃ飛んでくるんですよ、うん、それもまあ面白いなって自分の中で思って、うん、普通多分ちょっとこう有名になっていったらちょっと保身的になって一般向けでやってとかこう始まるんですけど、僕はもう一生こう格闘技をこうエンターテインメントしてこう本当に、いや、でもいいよね、面白くしたい、面白くしたいなっていう。結構もうライジンがちょっとガチ路線というか、そうですね、はい、テレビと切れたのもあって、はいはいはい、スポーツ路線ガチ路線に入ってきて、はい、まあ、平本ね、ニュースターみたいなところに入っての、はいはいはい、平本蓮は変わらずめっちゃネット民みたいな。そうなんですよ。めっちゃおもろいやそれ。俺と柴田さんでやっぱ気が合うとこってやっぱ大事なところって面白いか面白くないかです。そうね。アンコレギアって面白くないじゃないですか、炎上しても。そうね、こう本当にこう不愉快というか、うん、不愉快だね、本当に不愉快じゃないですか。だからその、はい、ちょっとインテリジェンスな、はい、格闘技めっちゃ知ってるからこそ斜め上から言いますよみたいな。そうなんですよ。そう、その、あの店がめっちゃいいよね、はいはいはい。だからこうつぶやいてて、格闘技全然詳しくないやつとかって多分俺のツイートとかこう遠回しないじりとか、うん、多分何も理解できてないと思う。あ、そうね、それでいいんですよね、うん、別に知りたかったらお前が勉強しろっていうスタンスが一番正しいんじゃないですか。そうね、はい、いやー、いい話が聞きましたね。いやいや、とんでもないです。今もう結構まあまあ立ちました。もう1時間、はい、1時間早いっす、早いっす、早いっす、早いっす。じゃあ、はい、僕のチャンネルに行っていいですか。そうですね、はい、じゃあ続きましてはですね、はい、柴田のチャンネルでまたちょっと後編としてまたこんな感じでわちゃわちゃと話し合ってですね、誰やこれやの悪口を言いたいと思いますので、続きましては柴田のチャンネル動画をお楽しみください。お願いします。はい、ありがとうございました。